こんにちは、マサンロキョンキョンです。今回はラストクラウディアの聖剣伝説ガチャ、一応1630あるので30連やっていきたいかなと思います。キャラクターゲットできれば、今回イベント来てるんで成長できるかなと思う感じですね。そして聖剣伝説全然やったことないんで全くキャラが分かりません、正直。とりあえず強ければいい。全然確定とかないんだけど、演出すらない。やべえ、これはまずい。あ、これはちょっとチャンスあるか。来た。さあ。お、なに？なに？お。でかい。プリムさんが当たりましたね。お、これも多分。聖剣伝説3、新しいやつですね。プリムさんをゲットしました。はい、ラストいきましょう。女の子当たりましたね。お、 SSR 確定。いいね、僕最初から SSRの出てるの初めてなんだけど、こういうパターンもあるんですね。お、さらにエース2個ぐらい、1個。お、何ですか。ランディ、多分主人公ですね。ありがたい。聖剣の勇者、剣装備時最大 MP の 10% を消費して超必殺技の威力をアップ。必殺技強くするみたいな感じかな。 MP いらないからどんどん強くする感じ。まあ、主人公だから強いんだろうね、おそらく。よかったですね。キャラクター2体ゲットしました。これは勝ち得た感じかな。もう1体新しいキャラいますが、まあ、クリスタル溜まったらやろうかなと思います。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。